第100不評大隊は、第二次世界大戦中のアメリカ合衆国陸軍において、日系アメリカ人二世兵士たちを中心に編成された部隊である。ヨーロッパ戦線に投入され、イタリア戦線、フランス戦線でドイツ軍を相手に戦闘を行った。第二次世界大戦中の死傷率は313%であるともされるが、この数字には誇張がある。 日系二世兵士たちは当初、敵対国である日本人を祖先に持つことから前線には送られず、アメリカ本土で半ば隔離的に訓練をしていた。しかし、1943年にイタリア戦線に送られ、第34不評手団に配属された。イタリア戦線においては、モンテカシーノの戦い、ベルベデーレの戦い等が当時の新聞などでも紹介された。また、 第34不評師団所属中の日系二世兵士たちは、この頃ヘルメットの前面に、師団シンボルである、レッドブル、赤牛をペイントしていた。これは1943年10月10日に、師団長の命令によって行われたもので、師団の一員に迎え入れられた証、ひいては、アメリカ人兵士と認められた証、と二世たちは喜んだ。1944年6月、 アメリカ本土からの新たな志願兵を加えて編成された第442連隊戦闘団がイタリア戦線に到着し、第442連隊戦闘団の第1代隊となったが、それまでの功績から第100不評代隊の名称はそのまま継続した。当初はジャップと呼ばれ上級指揮官から必要ないと言われた日系部隊だったが、戦闘を重ねた後は、 各方面の指揮官から二0部隊を増援で欲しいと言われた。その後戦線の推移に伴い、第100不評大隊を含む第442連隊戦闘団は、第34不評師団から第36不評師団へと転属した。転属後、第100不評大隊はフランスで、ブルイエールの解放、テキサス大隊救出等の作戦に参加。これは後に、 アメリカ軍重大戦闘の一つとして記録された。1945年3月にイタリア戦線へ戻り、ゴシックラインの戦闘を経て終戦を迎えた。終戦後、第100不評大隊は大統領部隊勘定をはじめとする多くの表彰を受け、現代に至るもアメリカ陸軍ベストユニットの一つとされている。ちなみに、第100不評大隊の兵の12%は、 現役の大学生で5%は大卒以上の学歴の持ち主だった。また、入隊にあたって志願者全員に対して実施された陸軍敷地能検査によると、大体全体の平均値の指数は103という結果だった。以下に大百不評大体の歴史を記す。この時期の被覆は、外出時や戦闘時は、サマーカーキーユニフォーム、訓練時は、 ブルーデニム産業服を使用していた。また、当時のライフルは M1903 ライフルであったが、真珠湾攻撃後には M1 ガーランドも使用していた。なお、マウイ号乗船時にハワイの伝統である例をもらえなかったことが彼らの不安を煽った。訓練中の第100不評大替キャンプマッコイでは、ウールシャツ、ウールトラウザーズの上下に OD フィールドジャケットという姿が多い。 また訓練や作業では、HBT 作業服とデニム作業服を混用した。陶器は、防寒下着の上下に加え、ウールオーバーコートの着用も見られる。この頃の被服は、ウールの上下に OD フィールドジャケットが一般的で、外製用のバックスキンアンクルブーツに、キャンバス製のレギンスを使用。これらのコーチをめぐる戦闘は、犠牲も出したが、 第百不評大隊に戦闘部隊としての経験と自信を植え付け、以後の第百不評大隊は戦闘時にも混乱を起こすことなく戦った。爆撃を受けるモンテカッシーの修道院、第百不評大隊が参加した一度目の大規模戦闘で作戦の混乱さから連合軍の汚点として残る戦いである。第百不評大隊は遮蔽物のない平原と、 反乱した泥の川を渡るも、攻略には至らず交代した。第100不評大隊兵士は、戦後に辛かった戦場を聞かれると、やっぱりカッシーのだねと答えており、第5軍司令官マーク・クラーク中将も、カッシーの戦は、イタリア戦線における最も壮烈で最も悲惨な、ある意味で最も悲劇の戦いと評している。また、この時期の第100不評大隊では、 OD フィールドジャケットのほか、通称、タンカースとも呼ばれる陶器コンバットジャケットと、同、トラウザースを使用、ジャケットには、第34師団章を着用した。イタリアの冬は寒く、陶器戦のユニフォームとして支給されていた。また防寒下着の上下に加え、オーバーシューも使用している。一部写真に、革製のバックルタイプのレギンスを使用暖かくなって、 来ると、第100不評大隊の写真では、ウールの上下のみで過ごした。また、シャツにも多くの兵士が、第34師団章を着用。日系人に、ローマへの第一陣をさせなかったという説と純粋に、交代時期だったという説がある。なおローマへの第一陣は、第一特殊任務部隊である。この時期に、被服の更新があり、以後、 M1943 型ジャケットの使用例が存在。使用されているのは OD フィールドジャケット。また、カッシーノ戦の頃と比較して、当期戦闘ジャケットはあまり確認できない。前述したが、以後終戦まで、第100不評大隊において、戦闘への部隊称の着用はない。兵士たちも交換があるので着けないと証言している。また、 バックル一体型のコンバットブーツも使用開始。第442連隊戦闘団は、ドイツ軍を総統し、ブルイエールを解放した。しかし、第100不評大隊が町に滞在したのは一晩で、すぐに移動を命ぜられたものの、この解放は、ブルイエールの人々にとって忘れられない出来事となった。第100不評大隊と、第2、第3大隊はそれぞれ、 ブルイエール付近の丘を攻撃した。第100不評大隊は命令によってビフォンテーヌ村へ下り、包囲されたが敵を撃退。第141不評連隊第1大隊がドイツ軍によって包囲され、第442連隊戦闘団はその救出のための攻撃を命ぜられる。第36師団長、ジョン・アーネスト・ダールキスト中将自身の立て続けの前進命令に、 連隊の受けた損害は増加した。第442連隊戦闘団は攻撃を続け、10月30日に第141連隊第一大隊と合流し、救出に成功する。この戦闘は後にアメリカ陸軍10大戦闘の一つとして記録された。失われた大隊救出後も戦闘は続き、第442連隊は多大な犠牲を払った。負傷者も数多く、 数名にまで減る中退もあった。ようやく後方へと下がった11月12日に、師団長、ダールキスト少将が、戦闘団を越兵した際、あまりに少ない整列を見とがめ、部隊全員を整列させろと言ったはずだと不機嫌に、言ったのに対し、連隊長代理のミラー中佐が、将軍、目の前にいるのが、その全員です。と答えた。その報告を聞いた、ダールキスト少将は、 ショックのあまりスピーチさえできなかったという。これは、第36師団編入時には、約2943名いた兵員が800名ほどにまで減少していたからである。シャンパンキャンペーンとは正確には、戦線の名称ではなく、南フランスの広報地域に下がって過ごした日々を、兵士たちはそう呼んだ。ブルイエール付近での一連の戦闘において、 損害を受けた第442連隊戦闘団は、南フランスのイタリア国境付近の警備と休養、再編成を行った。その間、小競り合い等での損害はあったが、それまでの戦闘に比較したならば穏やかな日々だった。4ヶ月の間に、現地の人々と交流したり、クリスマスを祝ったりと、様々なエピソードがある。陶器医療の不足を書いている本もある。この時期に、 山岳部隊の被服も着用。春が近づくと、春季構成を予定していたマーク W ・クラーク第15、軍司令官は、再び第442連隊戦闘団と、第100大隊を要求した。バルジの戦いの穴埋めとして、第442連隊戦闘団を使う、予定であったドワイト D ・アイゼンハワーに対し、クラークはわざわざメッセージを送り、彼らを返してくれと打診した。 第442連隊戦闘団は、5ヶ月間、降着したままだった戦線を32分で突破し、クラーク中将の信頼に応えた。4月25日に目標であった、マッサカラーラ県アウッラを制圧した第442連隊戦闘団は、リグリア海沿岸から追撃を継続して、ジェノバを陥落させ、ヨーロッパでの戦闘を終えた。以後の、 第442連隊戦闘団の任務は捕虜の受け入れ、警備が中心となった。この頃から制服着用時のみ、フリーダム統治第442連隊戦闘団検証の着用例がある。多くの第100不評大隊将兵はアメリカ本土へと帰還し、その分は補充兵によって埋められた。また、 1945年夏までに4名の将校と194名の下士官兵が志願してアメリカ陸軍情報部に転属し太平洋戦線へと向かった。第100不評大隊は現在も第442連隊第100大隊の名で現役部隊として残っている。日系人のみではなく様々な人種が混在しているが主な出身がハワイであるため日系人は多い。 具体章はフリーダム統治であり、制服にはフルカラー、野戦服にはサブリュードの検証を着用している。以下を参考に作成した。終戦までの大百不評大隊の記録大百不評大隊における助訓。ありがとうございます。